せーの、ブラッドクリスマス。いやー、説明気づきだよ。よう、バックストップの神様じゃ。ところでなんだこの、いきなりのせーのから始まるやつは。いや、めんどくさいレジェンドね、もうやってたんでね、ブラッドクリスマスもやろうかなと思いまして。よし、やっていきたいと思います。今回のプレイヤーはバックステップの神様です。よろしくの、初挑戦じゃ。話し合いで決めた結果、ストーリーをメインに進めていって、その過程でどれだけ手に入れるかみたいな感じでいきたいと思います。というわけで頑張ってくださいね。おう、頑張るわ。ほらこれ見てみ、こんなところにも血がついてるよ。ほれほれ血が。そんな血バンバン踏みつけさせたらあかんでしょ。お、じゃあ行くぞ。お、ここにもたくさんおるの。3人も。てか血がめちゃくちゃ血飛び散ってるわ。メリー血が散りますじゃん。もう動画のタイトルそれにしとってよかったですね。めっちゃ散ってます。では戦ってくださいよ。行くぞー。なんじゃこいつは。なんかこの前の棒のやつの足だけバージョンみたいな感じになってるぞ。足だけこんなすごいことに。若干なんかウニみたいになってますね。中に味噌がたくさん入ってるのかな。プレゼント味噌とかいう話じゃないだろうな。どうだろう、ドロップするのはプレゼントだけど味噌かもしれませんよ。ウニの中の味噌の部分か。味噌っていうんかなあれ。まあいいや俺は無知なんだ。じゃあやってくださいよ。やるぞ。お手加減なしじゃ。の炎のやつバースト行くぞ。お、多分こいつも炎に弱いんじゃないかな。ダメに結構食らってますね。ボコボコタウンじゃ。お、なんか連続攻撃が来たし、モコちゃんが やばいぞ。回復回復、そういう時は回復ですよ。分かっとるわ、それくらい。よし、倒したぞ。分かったじゃないですか、やるじゃないですか。なかなかですよ。そういえば、モコちゃん前回のパートね、あれ覚えたよね。あ、あれってこれのことかい。そうです、そうです。これじゃろ。そう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 。あ、でも、TP 結構消費するんやね。まあ、でも TP で溜まりやすいじゃろ。まあそうですね、バンバン使ってもいいんじゃないですかね。じゃあバンバン使うぞ。はあ、どうしてこんなことに。原因は凶暴化ウイルスと言われていますが、一体誰がサンタシティにウイルスなんかのばらまいたのでしょう。どう、刹那圭介、ちょっと言っていいかな。何ですか。なんでこのトナカイらはこのサンタにやられんのじゃ。サンタら周りにたくさんおるのに、全然こいつのサンタらこのトナカイに襲いかからんのです。じゃが、そこは突っ込んじゃダメです。サンタやけんね、トナカイには一切被害を加えたくないっていう良心があるんでしょう。暴れてるところでもう良心ではなさそうじゃがの。そんなところ突っ込んだらダメですよ。死神さんに怒られてしまいますよ。死神さん怒ったらどうなるかわかります。闇を見るぜ。死神さんの悪口言うやめろ。そんなキャラじゃないわ。分かってます、死神さんはそんなキャラじゃありません。死神って名前やけどね、死神さんが死神って名前を名乗り始めたのはね、なんかリア友に死神、お前死神みてえだなって言われたかららしいです。そうなのか。そう本人が言ってました。いつに言ったか覚えてないけどね。てかそんなこと言ったら死神さんたちはなんでタイミングじゃ。確かにすごいな、死神さんの話し始めたら死神さんが出てきました。というか一回戦ったやつは別に編集上カットでいいんじゃないかな。確かに、MP が回復しましたね。とりあえずそうしますか。顔だけデカサンタ、どんだけデカいこと強調したいか分からんけど、びっくりマーク2つもついてるし、てか縦にデカいな、横にはそんな、デカいんは帽子だけじゃないんかなこれ。なんかそんな気がするの。いや、もしかしたら帽子の下はめちゃくちゃおでこ伸びてるんかもしれんぞ。わかりませんね、パッと見はパッと見はそんなにね帽子だけがデカいように見える感じなんですけどね。回復しとく、回復しとくぞ。で、バンバン。バン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 じゃ。ああ、そんなにダメージないのか。よかったよかった。回復じゃ回復。回復とかんかったら、あいつがどんなやろうか分からんからの。あ、でも、前回のパートで見た、あれじゃの。あれから考えたら、アドバイスから考えたら、こいつはそんなに強いタイプじゃな、やっぱ強くないわ。そうですね。そんなマッチョでもなかったしね。でレベル5に上がりましたよ。やってたじゃないですか。やったぞ、初めてレベルアップさせたな RPG のキャラクターを。そんくらいやってないやね。お、何かあるぞ。
どんどん入ってみてくださいよ。あ、でも周りのやつが倒したいですね。そうだそうだ、お、イベント始まったの。凶暴化してるサンタさんいっぱいいるんだね。そうね、全部倒してウイルスから救ってあげたいところだけど、もし全てと戦っていたらクリスマス終わっちゃうし。でもね、結構戦いますよ。クリスマス終わるかもしれないっていう、絶望感とかそういう危機感を持たせるぐらいに戦っちゃいますよ。そうじゃそうじゃ、てか今まだクリスマスじゃないからの、もうバンバンパートを58ぐらいまでアップしてね、次のクリスマスが来るぐらいまでやってしまおうか。この実況やりますか。嫌ですよ。プレゼント集めるって言ってもどれくらい集めたらいいのかわからないし。そりゃ気のままにじゃ、愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけないみたいな感じじゃ。意味わかりませんよ。ボケたつもりなんですが意味わかりませんよ。そもそも私たちどうやってモノの世界に帰るのかもわからないし。確かに。あ、名前忘れた。あのサンタ最初には何リンモンローだったっけ。何リンモンローだね。何リンモンローだったか全然覚えてないが、マリリンがないことは確かじゃ。あいつがおらんけんな、どうやって戻るんだろう。お腹減ったし、どうしよう。とりあえず凶暴化してない他のサンタを探すしかないわね。元の世界への帰り方とかプレゼントがどれぐらい足りてないとか聞きたいことはたく山ほどあるわ。うん、そうだね。凶暴化してないサンタを見つけよう。何か知ってるかもしれない。どこで説明ですか。何ですか。凶暴化してないサンタがこんなとここんな道のど真ん中にいないのはわかるが、なんでこういうトナカイはいるんじゃ。いや、いつもさ、いつもですよ、いつもサンタさんになんか命令されてばっかやけんね。もうサンタが暴れ回って自由の身になって嬉しいんでしょうね。なんかそんな悲しい現実があるんかの。そうですよ、トナカイやってね、遊びたいんですよ。プレゼントなんですかこれは。なんか話しかけてみた。どうもー、ジンギス探偵ラムーサでーす。チョベリグー。チョベリグって何文字なかったけどな。え、何あんた。ジンギス探偵ラムーサでーす。チョベリバーバットになってるの。それはお前のさじ加減じゃろ。名前は分かったわよ。バンタはこの世界の住人なの。確かに全然この世界には合ってない見た目だったがの。と言うたらさ、ここのサンタはサンタらしくないがバンバンいますから。もちろんですよ、自分のこと知らないですか。ここら辺では結構有名な探偵なんで覚えててほしいです。チョベリバー。はぁ、あ、覚えておくわ。ありがとうです。チョベリグーとバーはどうした。では早速営業の話をさせてください。営業って言ってますよ、なんか依頼したわけでもないのに。そうだよ、依頼なんかしとらん。てかわしは浮気しとらん。してるんですか。しとらん。僕今回の凶暴化事件に関してサンタの種類と生息地を調べてるんです。キクちゃんのわしらも似たようなことしてる。図鑑に収めるだけですけどね。だから必要であればどの地域にどの図鑑番号のサンタがいるか教えてあげることができるんですよ。お、これはなんか図鑑集めるに結構重要な感じじゃないかの。確かに、けど俺らはそこまでガンガン集めるかどうかは知らんのでね。すごいじゃない、一度戦ったサンタともう一度戦いって時に便利そうね。一度戦ったやつともう一回戦いたいってことはあるんかな。図鑑集めるんだったら別に二度も戦いたくはないような気がするんやけど。そうじゃの、どうなんだろうの。物分かりが良くて助かります。ただしこれももちろんこれも商売ですから、教えてあげるときはそれ相応のものを払ってもらいます。というと。まさか命とか言うんじゃないだろうな。この羊がそんなことを言うとは思うか。ラム肉です。こいつタモ食いしようとしてる。ラム、え、各地に僕の仲間がいると思うんで、その仲間たちにラム肉を渡してください。そうすれば渡してくれた探偵の近くは図鑑番号何番のサンタがいるのかしっかり分かるようになります。え、これもしかして一回も戦ったことないやつでも分かるんかな。だとしたらありがたいんじゃがの。あなたの凶暴化動物ライフにどんどんご活用ください。なんか生活化させられてるよ。
俺らの冒険なんか生活化させられてるよ。もう事件が終わったら帰ろうっていうのになんか一生ここに俺みたいな感じのアンチテーズがありますけど、まあとりあえずいい情報が手に入ったってことは良かったじゃないですか。そうじゃの。じゃあ行くぞ。宝箱をと、あ、こっち行けんのか。あの宝箱を取って本体で戦うつかセーブしようかな。一旦こいつセーブしたいかもしれん。鍵かかってんのか。予想外じゃ。こんなところにポンツーと置いとうやつに鍵がかかってるとか誰が思うか。あ、こっちにも行けるんだね。びっくりしたわ。ちょっと一旦セーブして生物が回復してくるの。よっしゃ、じゃあこいつら3台倒していくぞ。何が出るのかな。置いただけ。避けるんじゃないよ。なんじゃこいつ。サンタと思えばサンタであるが出現。どこがサンタじゃ。っていうかどっちかって言うたらクリスマスツリーみたいな感じなんですけど、クリスマスツリー要素は若干ありますよ。星があるからね。まあ、若干ですけどね。サンタ要素は一丁もないな。むしろどっちかって言ったらこれはスライムじゃ。色の違うスライムじゃ。てかワリオっぽいの。ワリオのイメージがこの色じゃ強いの。確かになんかワリオの手下みたいになる。この世界にワリオなんかいるのか。そのあたりはちょっと定かではない。おっ、こいつも火に弱いの。てか火に弱いやつめちゃくちゃ多いの。確かにサンタはまあみんな人間と考えたら火に弱いのは道理かもしれない。倒したぞ。わしそんな趣味ないわ。あいつ変態だったんですね。サンタじゃなくてもう変態って名前でもいいんじゃないですかね。そうじゃの。雷神サンタ、なんか名前はかっこいいような気がするが見た目は地味じゃの。ツッコミどころがないですね。ツッコミどころのあるところを期待してたんですけどないですね。さて弱いの。弱いっすね。ツッコミどころがなさすぎて戦闘中全然喋られませんでしたね。こんなこともあるわ。さて3体ツッコミどころがダサすぎて何も喋れんかった。俺もです。ロイヤルテリア今さらてか突っ込まないっていうボケじゃないのか。突っ込まないってボケはそんなに受けは取れません。てか普通にローリーって書いてました。地味な見た目して実はすごい偉いことやってますあいつ。確かにローリーを回収するなんてロリコンの極みじゃの。死にが あの人別に善良なロリコンだから大丈夫じゃの。あー戦ってくれたかと思ったら戦闘に入るかと思ったら戻っちまった。おお、なんか色合いが危ないの。何が危ないかっつったらてかよう見たらサンタンじゃん。サンタじゃないじゃないか。確かにサンタンってなんだ。サンタンってなんだ。あのなミカリンみたいな感じか。ユカリンみたいな。ユカちゃんのことをユカって名前の人が歌うユカリンみたいな感じなんか。そういう感じなのか。まあ呼び名なんかあだ名なんかたくさんあるんだろうな。サンタスカイにも。おブリザード。おーでもそこまでのダメージじゃない。このまま行くぞ。行けるじゃないですか。結構慣れてきたじゃないですか戦闘。まああのあと回復じゃ。いいじゃないですか安定してますよ。このままこのパート全部やっちゃってくださいよ。いやだからそのつもりじゃ。あのですねゲームオーバーになったら交代っていうシステムでいきたいと思いますんですが、これゲームオーバーにならなそうですね当分。そうじゃの。もう大体戦い方分かってきたからの。100ゴールド元気じゃの。これマスか。これプレゼントボックスか。確かに現金な。あ、死神サンタのプレゼントボックスかもしれませんねこれは。なんかプレゼントボックス死神サンタが暴れ回った時にここに落としたかもしれません。10、100ゴールドとか少ないけど、まあこれも
お小遣いとしては上出来っつうか、だと。お、これはいいデザインじゃの。なんかすごいイケメンなのが、コナンの犯人みたいやけど、めちゃくちゃデザイン的にはイケメンなのが来ましたよ。こいつをなんか保存したいぐらいじゃの。スクショ取って保存したいぐらいじゃの。つうか、こいつをカスタムサムネイルにせんか。いいっすね。それで行こうか。ジョーカー、まあサンタとして戦うわけだから、手加減はせん。普通に魔法攻撃バンバン。お、なんじゃセルフプレゼントって、何自分で自分にプレゼントを送っとるんじゃ。かわいそうなポチのパターンですよ。一人将棋レベルです。一人将棋。かわいそうな人生を歩んできたんじゃの。回復量多いわ。やばい、115も回復されて。なかなか。どうして、しかもプレゼントを爆弾として投げてきてますよ、あいつ。エグゼダイサンタもおったが勝ったぞ。お、モコちゃんバトルスラッシュ覚えた。え、モコちゃん小学生でも魔法使いでもなくて剣士なんじゃないかの。なんかスラッシュとか剣持ってるね、モコちゃん。モコちゃん剣って持ってますよ、これ。どう考えても。お、黒煙エクスプロージョン。なんかレンジャーの覚える魔法の名前がブラッドなんじゃが。ブラッドクリスマスがこんなところにも現れてきましたよ。大丈夫か、大丈夫なんでしょうか。うん、レンディア将来どんな魔法使いになろうと思ってるんじゃ。宝じゃないわ、プレゼント結構集まっ、お、ユアサンタ。お、このユアってもしかしてあのユアじゃないのか。四つ葉のユアかもしれませんね。死神の部屋に、第何回か忘れたけど、死神の部屋に出た5回だったかな。あ、5回、まあいいや、6回かな。まあバックステップの神様が冒頭でやられたやつじゃの。まああれはちょっとインパクトだった。まさかやられるとは思いませんでしたね。そうじゃの。まあ嬉しい家系じゃ。ああ、強い、こいつ強いぞ、逃げる。ん、ヤツボのユアさんって男だったよの。そうですよ。じゃあなんであんなに強いんじゃ。あ、まさか BGM あんま聞いてなかったが変わっとったか。覚えてないっす。基本的にカットが終わったらベッドに寝に行ったって思ってくれの。まあそういう俺編集を俺が、あれ、ベッドこんなところにもあるの。あ、寝れますね。じゃあなんでいちいちわし戻ってきたんじゃ。びっくり、こんなところにもベッドだ、びっくり。あ、とりあえずこのパートをね、この2つ、あ、こいつは多分メッセージ変えるやつか。こいつに話しかけて、あの宝箱を見て図鑑見て終わりにしましょう。そうだの。じゃあ行くぞ。あなたもサンタシティから逃げてきた身ですか。もし戦闘中一定時間自分や仲間の力を増強するスキルを持っていたら有効に活用するといいでしょう。結構持っとったの。そうですね、アイコンを見ると分かるのですが、最大2段階まで能力が上昇します。必要に応じて2段階強化すべきかを考えて戦ってみてください。ああ、さっきのユアサンタみたいな強いやつの場合は上げてから戦った方がいいみたいな感じじゃんの。そうですね。じゃあ見ていくぞ。はい、やっちゃってください。わしの開封。あれ、ああそうか、サンタを倒したからといってプレゼントが出てくるとは限らんのじゃ。なんかプレゼント1個だけって。あ、でもまあ開封された状態でできたことは何度かあったからの、そういうことかもしれんが、数がちょっと少ないの。もうちょい戦ってくるか。そうですね、1個だけ、パンツを合わせて2個ってちょっと少ないね。取り高ってやつが足らん。取り高、あ、こいつは戦ったことがあるわ。弱いの、カットする必要ないレベルです。プレゼントないの。プレゼント落とすとは限らないっていうか、あんな体でプレゼントが持てるわけがない。そんな気がします。こっちの道があるんじゃ。実行けんのかい。騙された、絶対騙しに来てるね。あれ絶対こっちにも道ありますよって見せかけてますね、作者さんが。死神の野郎やりやがったの。お、 IQ300 クローズが。でも見た目は絶対 IQ300 もなさそうじゃ。45がせいぜい45ぐらいじゃないんですかね、これ。そしてサンタっぽいところは帽子だけなんじゃが、それよりもなんか左右に赤と青のキノコみたいな赤いトルが。ついでに言うたら頭もキノコみたいですね。とりあえずもう倒すぞ。
ポケットも多分炎属性に弱いんじゃないかな。あ、弱いですね。バリバリ弱いですね。炎属性に弱いやつらばっかですね、サンタって。で、エンディア、最初からは、サンタに対しての有効弾持ってますね。サンタ世界に最初から来ること前提で成長してきたみたいな感じです。お父さんの時間も時間だし、どうする？どれだけが本当少ないけど、見ていきますか。そうじゃの、この辺で切り分けじゃ。じゃあやっちゃってくださいよ、開封。今度こそ。よし、やるぞ。プレゼントボックス開ける前に先にさっきのサチのパンツを眺めておくか。視聴者サービスだぞ。サチって誰なんだろう、サチって。死神さんの彼女かな。マジで盗んだ、サチのパンティ。もうアウトじゃの。サンタがやっちゃいかんこと第1位じゃの。いや、人間としてやっちゃうこと、やっちゃあかんこと第1位な気がしますけどね。てかデザインがもうベタじゃの。ベタなピンクパンティじゃの。ピンクパンティ、ピンクパンサーみたいに言わんといてくださいよ。ピンクパンティ、ピンクパンツ、もうピンクパンティって何回も言ってるな。ピンクパンティ、そうですよ、ピンクパンティはピンクパンティですよ。うん、なんかもうこれを他人に聞かれてたら、この声を他人に聞かれてたら、もうわしは変態じゃ。俺も変態ですね。一応収録寮の個室でやってるんですけど、大丈夫かな。隣の部屋聞こえてないかな。大丈夫じゃ、きっと大丈夫じゃ。多分の一人開封すると、唯一のプレゼントボックス一個だけだが、どう。じゃあ算数からやるかの。やるんかい。問題です。刹那圭介とバックステップの神様がいます。リンゴが4個あります。算数の問題かの。ガリバタ、あ、バックステップの神様、毒が回っている。だ、誰がこいつを食べた、リンゴに毒を持ったんだ。さて誰でしょう。サンスじゃないんかい。あと勝手に殺すなよ。